はいどうも山田です。前回と前々回と動画見ていただいた皆さんありがとうございました。ここ最近はインタビュー形式で、前々回はね、しゅんさんにその海外就職について質問をねさせていただいたりだとか、前回はそのソータ現役の大学生に今のこの新卒の就職活動事情について話を伺わせてもらうような動画になったんですけれども、新しく見てくださる方たちもいらっしゃって、チャンネル登録までしてくださる方もいらっしゃって、すごくありがたい限りです。こう話をしてくれた2人にも感謝ですし、そうやって見てくださった方、僕としてもすごく嬉しかったです。ありがとうございました。で、今日はちょっとその就職転職関係ということで、ちょっと僕のねまた転職について一つお話を勝手ながらさせていただきたいなと思ってます。前回前々回に比べると決してこうお役立ち情報というか、なんかこう皆さんのね共感とかを得られる動画じゃないかもしれないからさ、もう視聴回数、見られる回数今回減っちゃうだろうなっていうことは正直思ってるんだけれども、まあでもしょうがない。じゃあ今日ね、僕がその話したいこと、完全な個人的な話にはなっちゃうんだけれども、何を言いたいかっていうと、反省してますっていうことです。サムネイルにも書いたんですけれども、反省してますって。じゃあ何をね、僕がその今転職活動をしていて反省をしているかっていうことなんだけれども、僕の話の伝え方マジで下手くそだなっていうことをすごく反省してます。どういうことかっていうのをちょっとだけね説明させてもらいたいんだけれども、今ねこうやって転職活動をする中で、オンラインでの面接ももうすでにね何回かさせていただくことがあるんだけれども、なんかそれを振り返っていて、自分でいやすごくこう話し方めっちゃ下手くそだなって思うことがあるのよね。ちょっと調子に乗った話にもなっちゃうんだけれども、僕正直その面接というか人とこう話すことって決して苦手じゃないなと思ったの。それこそコミュニケーションはわりかしこう得意というか取れる方だと思ってるのね。だからこうどこか心の底でね面接大丈夫だろうって思ってたっていうのかな、割とこう自信はあるところはあったの。でもこう自分で実際にじゃあオンラインで面接をしてみて、自分でねこう振り返ってみると、なんかめちゃめちゃ下手くそだなってすごく気づかされたのね。それをすごく反省してる。それこそこれまで例えば YouTube もさ、こうやって旅をしながら自分でこう話をしながら、旅ができなくなってからも自分でこうやってね喋るような形で動画を作らせていただいたりですとか、あとはそうだな、Instagram とかもそうかな、 SNS Instagram とかを使いながらライブとかもね時折やらせてもらっているんだけれども、そうやってね直近1年2年離職はしていたけれども、考えながら話す機会だとか人とねコミュニケーションを取りながらっていう機会もすごく多かったからさ、正直に言うと話す、何かこう人に伝えるっていうことは苦手じゃないというか、正直得意だと思ってたの、できる方だと思ってたの。でも最近こうやって面接をして気づかされたのは、こう自分の言いたいことを限られた時間でねこう言語化しながら人に伝えるっていうことが、いや自分はこうできない人間なんだなというか、甘く見てたなっていうのかな、正直単なる自分の過信だったなと、調子に乗ってたなって気づかされたの。自分でなんでこれまでこうやってやってきたのに面接でねうまく伝えられないのかなって考えた時に、時間軸なんだよね。例えばこうやって YouTube 一つを例に挙げても、 YouTube ってさ何回でもこう撮り直しは聞くしさ、その話す時間についても正直今までもね自分がこう話したい内容を自分が話したい分だけさ話をさせてもらったわけよ。例えばそれがさ10分になってもいいかもしれないし、20分とかもちろんこうダラダラと長くなっちゃうのはいけないんだけれども、そこのさ要は時間っていうのは自分でコントロールができてたわけじゃん。じゃあ今日は10分話そうかなとか20分話そうかなとかさ、話の内容によって変えられるわけだけれどもさ、じゃあはたや面接ってなるとさ、やっぱこう限られた時間、企業側で一人当たりに確保されてる時間の中で自分の伝えたいことを相手とコミュニケーションを取りながらこう伝え切る必要があるわけでしょ。もちろん当然なんだけれども、自分正直そこをねこうなんか勘違いしていたというか、分かってなかったなと。やっぱりその面接ってなった時にやっぱりこう単純明快に簡潔で相手にも分かりやすいような話し方ができるようにならなくちゃいけないなって改めて気づかされました。だからなんか自分がこうやってすごくっていうYouTube とか、あるいはこう SNS とかを使ってね話す機会はあったけれども、正直それでちょっと調子に乗ってたなと。決して話すことも上手じゃないし、ちゃんとねそこは地に足つけてというか、自分の実力を分かって面接などにも取り組んでいかなくちゃいけないなと改めて反省をしています。だからね、ちょっとこのタイミング、この場を借りてにはなるけれども、最近こうやって僕がね話す動画の中で、何かこう皆さんの方でなんかこいつ話してるのが聞きづらいなとか、こいつ何言ってるんだろうみたいなことが過去にねもしあったら大変申し訳ございませんでした。僕自身話し方などもこう勉強した上で、皆さんに役立つ情報なども動画で引き続き作らせていただければと思います。
ますので、どうかこれからもよろしくお願いします。はい、ということで今日は久々にちょっとまた僕がこうやって個人的な話をさせていただく動画を撮らせていただきました。また今後も少しこう Vlog 的な動画にもなってくると思いますが、体験談だとか情報とかもあればこのチャンネルを通して共有できればと思いますので、もしよかったらチャンネル登録とコメントと評価もよろしくお願いします。では今就活転職活動を頑張っている皆さん、一緒に頑張りましょう。バイバイ。